どうも、愛知県スイマス芸人の小鈴木でございます。今日はですね、名物店員のいるお店ということで、こちらのお店にやってきたんですが、ちょっとね、見てください。なかなかインパクトのあるお店でございます。ドン。はい、こちらなんとパブレスト100万ドルという喫茶店でございます。いかがでしょうか。ちょっと店員さんまだ会ってないんですけども、もうお店構えからもうかなりの迫力あるお店、非常に興味深いお店でございますけども、ちょっと一体どんな店員さんがいるのか、ちょっと早速行ってみたいと思います。テロテロしてた。あ、すいません。あ、こんにちは。はい、どうぞ。今日すいません、お邪魔します。店長の大園さんですね。おはようございます。なかなかのインパクトある、この外装から内装からありますけど、これなんでこういう風な店構えになったか、ちょっとお伺いしていいですか。女に振られてくれよ。女じゃないですか。いいですか、そんな。え、何、女に振られた。うん。え、俺愛人おったんだわ。愛人。え、今、ちなみにすいません、ご結婚されてますか。今は一人もやけど。あ、今一人も。うん。その結婚された方は今どうなってるんですか。もう別れた。元妻おる。元妻おるの。愛人は18年前に、うん、あれ別れて、うん、で、それから一人で、だからその外装で、あれ何、外装はなんであんなにたくさんぶわーって書いてあるんですか。うん、別れたって何、名前はどういう方ですか。名前純子書いてあったやつ。純、うん、そうだ、聖女純子いうのは俺の言葉で書いてあるんだ。あ、何、大沢さんが書いたの。そうそう。え、これ全部大沢さんが書いてる。そう。この、その例えばこの写真とか絵とかがこうやってわーってこう人がこんだけたくさん来るようになったきっかけって何ですか。大沢さんの格好がすごいじゃないですか。いや、きっかけは、うん、あれやわ、何これチンハゲで出かないけど、その前はあれやわ、誰も来ないんだわ。誰も、日曜日でもよ、昼寝しとってもよ、しとってもいいぐらいの店やったんやわ。うん、前までよ、ものすごいよ、島で知らなかったまで絵を描いて遊んでたんだけど、あ、で、こういういろいろお店にある絵を描き出したと。うん、で、何かに仕上げてたら、うん、そしたら、テレビ出たら、それは退職取ったんだ、その時。ほんだらよ、表へ、ザー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 子供の声が聞かれる、何かの見たらよ、子供カメラ持って映しとるわけにしようけど、おー、ええと思ってびっくりしたよ。で、店開けたら今度よ、お客さんブワーって満席になったわけよ。前まで、テレビで俺が元気でやっとるところよ、やっぱり純子を見てもらいたいと思ったな。それは今でも。今でも。ある日よ、18年経ってからよ、最近の話やけどよ、去年の11月やったかな、お仕入れしてよ、ここへ帰ってきたわけよ。うん、そしたらよ、店の縁の方によ、花があるわけよ。花束が買い出し行って帰ってきたら、お花束がほらがよ、うん、ものすごいよ、綺麗なよ、あれ、青のよ、青の色した花やったよ。で、それをでパッとひらめいたのがよ、純子やねんかと思って、俺はよ、思ってた、18年間思い続けるところもよ、ね、ひょっとしたらこれ行ったわけよ、この花を持ってよ、花屋さんに、うん、そしたらよ、花屋行ったんだ、そしたら確認しに花を持って行ったんだ。スターシスいう花やったよ。おー、なんすか。そしたらよ、花言葉はよ、変わらない心。おい、純子はよ、もし純子さんがこれを 見てる可能性もありますね、ビジネス吉本を。うん、ちょっともしよければ、ちょっと純子さんこのメッセージ的な一言で全然構わないんですけど、何かあれば。純子は元気でやっとるか、俺も元気でやっとるけど、それ子供の方はどうや、あんまりやっとるかな。とにかくよ、俺は純子の帰りを待っとるで、絶対よ、俺が生きとるうちにいよ、会いたいで、お願いします。まあ、お店に来れば、大沢さんいますもんね。うん。ほとんど。うん。いや、来るかもしれない。いや、今度やろ。いや、今度元妻がおるで。あ、そうか。